持ってるのはビクトリーの V40 ダッチェスデラックスヘッド。これなんですけど、だいたい半年前くらいから使っていて、まあ、アメリカーナとか、まあ、ブルースとかそういったジャンルのアーティストが特にイギリスで多く使っていたのはもともと知ってたので、それがきっかけに興味を持つきっかけになりました。やっぱりあのクリーンが、自分が好みのクリーンが出るアンプっていうのを探していて、で、まあ、そこにぴったし来たのがビクトリーだったっていうのが一番の、決め手になってます。まあ、クラシカルというかヴィンテージスタイルのサウンド傾向だと思うんですけど、まあ、ただ内容としては割とあのスイッチとか、まあ、ミッドブースト、あ、ミッドキックであったりとか、あとボイス1ボイス2っていう、まあ、サウンド切り替えるものであったりとか、まあ、あとはあのボリュームというか出力をこう下げるようなスイッチを裏面にあったりとかっていう感じで、まあ、そういうユーティリティ面が優れているっていうのが、まあ、一番大きい特徴かなと思います。まあ、もちろんですよ、もともとクリーンなアンプなのでクリーンめに使うんですけど、ほぼほぼイコライザーも12時というかこうデフォルトの設定で使ってます。でトレモロが使いたいときは、まあ、トレモロをオンにしますけど、まあ、それぐらいですかね。まあ、そうですね、本当にクリーンが綺麗なので、もうペダルでこう音を作る人っていうのは、で、まあ、特にアメリカンスタイルのアンプを探してる人、まあ、トレモロがついていて、あとスプリングリバーブがついていて、まあ、みんな欲しいと思うものが揃ってるので、まあ、そういうヴィンテージ志向の人にもおすすめですね。